こんにちは、バンドインナボックス情報局長のスーさんです。このチャンネルはバンドインナボックスを使った音楽制作を通してシニア層にとっての生きがいや趣味の高みを目指すための情報チャンネルを目指しています。バンドインナボックスのみならず、その周辺のプラグインや DAO などの情報も含めて、私の経験上のお話を紹介していきたいと思います。そして、その先には、音楽作品を商品化することにより、収益化の可能性もありますので、そのお話も、私の経験談を紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今回の動画では、ニコ用のカラオケ音源を簡単に作る方法を紹介します。ニコという楽器は、そのポピュラー性や演奏者人口から来ると思われるのですが、ピアノなどの楽器と比べて、指導者や楽譜、カラオケ音源などが非常に限られています。そこで、今回はそんな悩みを持った方のために、バンドインナボックスを使って、オリジナルの伴奏音源を簡単に作る方法を紹介します。この方法は他の楽器にも応用できるので、ソロ演奏の練習用伴奏音源や本番用のアレンジ音源の制作に、ぜひバンドインナボックスを活用してみてください。それと今回は楽譜をスキャン読み取りして、メロディーのMIDIファイルを作るのに、河合のスコアメーカー0、プラチナムとニコ音源のアンプル社の音源、チャイナ R 風を紹介したいと思います。それでは早速やってみましょう。
今回の動画はいかがでしたか？次回からもこのシリーズを充実していきますので、お楽しみにしてくださいね。バンドインナボックスは、一つずつ使って慣れていくことが大切です。ぜひ自分なりの使い方をマスターして、達人を目指してください。今後もバンドインナボックスで音楽作品を制作し、収益化に至ったノウハウとハウツーを紹介していきたいと思います。この動画が面白いと思ったり、このチャンネルが皆様の音楽ライフに少しでもお役立ちできたときは、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、またバンドインナボックス情報局長のスーさんでした。